の美しいお姫様を探しに。待ってください王子、王子。やれやれ、どうやら大変な旅になりそうです。ほら見てごらん、世界はこんなに美しい。色とりどりの花が咲いてる。でもいけません、心に一つ決めなくちゃ。運命の花をきっと待ってて、どんな呪いも悲しみも解き明かす。魔法のような真心で君を助けに行くよ。さあ進め、プリンセスのために。僕が君の王子様さ。月より星より、花のように笑顔を咲かせよう、今君と。もしローズの話だと、月の国、星の国、太陽の国にはどんな願いでも叶える大法があるそうです。探しに行こう。お姫様の呪いを解いて、美しい笑顔を取り戻すんだ。人よし王子、あなたは他の国の王子に騙されているかもしれない。だけど困ってたら放ってはおけないよ。胸が潰れそうになるんだ。そう、競争よりもお姫様が助かるなら一番大切なこと。そばにある花のように、空降る小さな美しい幸せ、集めたらそこに。どんな願いも夢も叶える。心満たす喜びの魔法のような、真心の種が開くよ。夢の花さあ行こう、プリンセスのもとに。僕が君の王子様さ。月より星より、I'm not afraid to die.